社交ダンス用語一覧は、社交ダンスや競技ダンスなどのペアダンスに関するテクニックや用語の一覧である。足の外側のサイドのみがフロアに設置するフットワークのこと体重を支えている、足を横切ってステップすること2つ以上のフィギーアを組み合わせたステップアメリカンスタイルのダンスのカテゴリーの一つ。ワルツ、タンゴ、フォックストロット、ベニーズワルツなどが含まれる。 フロアに対する足の位置のこと。正規の回転量より少なく回転すること。オーバーターン足の内側のサイドのみが、フロアに設置するフットワークのことジャイブやジルバで、風車のような動きをするフィギュアロード半時計回りの方向を持つフロアの端に平行な通り道。衝突を防ぐため、移動を伴うダンスでは、踊り手はロードに沿って進行していくことになっている。チャチャチャや、 ジャイブなどで使う。足を完全に揃えず行うシャッセのこと。ラテン種目で男女が向かい合い、男性が左手で女性の右手をつないでいるポジション。クローズドポジション音楽のリズム、テンポに合わせて表紙を取ることを単語で使われる。フィガーの終わりで両足を閉じて終わること。前進、または後退の時、ステップする足と反対側の状態を前方、または後方へ回転させる。 動作のこと。ムービングフットがサポーティングフット方向に対して前方、または後方へ横切って出された足の位置、ボディラインを保って踏み出されなければならない。ムービングフットと同じサイドのボディが先行すること。CBM の後続で行われることが多い。体重を支えている、支え足のこと3歩で構成される、ステップのことで、開く閉じる開く。体の、 各部分が垂直方向から角度をつけること体を垂直方向から傾けること回転のこと。競技会の途中で感染者がダンスを踊れるように設けられた時間のこと。競技時間の調整や競技会選手たちが次の競技のウォーミングアップでに練習することもある。つま先で軽く床を叩くこと。また体重を支えている足のそばへ。 他方の足のボールルームインサイドエッジで体重を移さずに置くこと。本来単語はアルゼンチンが発祥の地であるため種目的にはラテン種目のはずである。しかしスタンダードとラテンの分類は音楽ではなく踊り方で分けていた。そのため競技ダンスではスタンダードの種目になっている。アルゼンチンの酒場で生まれたアルゼンチン単語が音楽と一緒にフランスへ渡り、 宣伝され現在のヨーロッパ風のコンチネンタル単語に生まれ変わり広く親しまれた。チェックして他方の足にウェイトを戻すこと。音楽の速度のこと次の足に体重が移るまで支え足のヒールをフロアに設置させたままライズすること。ボディライズとレッグライズからなる。各ステップの音の長さのこと。回転を行う際。 サポーティングフットの塔からヒールに体重が移り、ムービングフットをサポーティングフットに揃え、クローズした足に体重が移動する動作。回転の内側になるパートを踊る場合に行われる動作の一つ。プルステップとも呼ばれ、両足を少し開いたヒールターンのこと。前進した足でピボットと同様な回転をするが、他方の足を CBMP に保たないで、 ワルツのナチュラルスピンターンの女性の第四歩で用いられる。片方の足で前進、または後退し、他方の足を後方、または前方に CBMP に保ちながら、片方の足だけで回転することを言う。男性がオーバースウェイを踊る間に、女性がレフトホイスクを踊るフィガーをヒンジという。 ルンバとチャチャチャで用いられるポジション2歩以上のステップを連続させ一定の形となったもの。リードに従って踊ることフロアーに接するときのフットの振る舞い。フットがフロアーに設置する部分で表現し、ボール、ヒール、フラット等、インサイドエッジ、アウトサイドエッジ等がある。ムービングフットがサポーティングフットに軽く触れて、 次にステップすること男性の右サイドと女性の左サイドがコンタクトし、反対側が開いているポジション音楽の階層的なまとまりを示す単位。4小節あるいは8小節で構成されることが多い。フィガーの一部が停止され体重が1ビート以上、片足に保たれること。ためらう、躊躇するのいサポーティングフットの上でのボディの各パーツの釣り合い。 釣り合いの取れた体勢のこと。体重をかけずに、つま先だけを床につけることからだの、各部分の中心を垂直方向に配列することにより構成される、姿勢男女の軽い接触のこと、社交ダンスにおける、男女の組み方のこと男性の最初のステップが、右足から始まる場合、最初に、左足から全身を、はじめ右足のステップに入っていくがその時の最初の、 左足ステップを呼び負という、足や足及びボディを通して行われる上下運動のこと。ライズアンドロアとも言う、踊る時の方向のこと。フロアを時計と反対方向に踊り進む。略して LOD と呼ぶ。音の流れの中で強弱を作った一定の規則正しい繰り返しのこと。リズムの取り方で表紙を感じることができる。踊りの中で男性が女性を誘導すること。 フィガーの順序、タイミング、ポジションなどを伝え女性を正しい位置へ動くように導く。プログレッシブリンク、プロムナードリンクなどのフィガーがある。いくつかのフィガーを合理的に組み合わせ踊るステップの順序を決めたもの。キューバ生まれのダンスでゆっくりした音楽を使い男女の求愛を表現したダンス。ラテンダンスの基本とも言われる。ライズした高い位置から普通の低い位置に戻る。 動作のこと三拍子のゆったりとした曲に合わせて流れるように滑らかに踊る華麗なダンス。ウィンナーワルツと区別してイングリッシュワルツやスローワルツと呼ばれることもある。ありがとうございます。